はい、えー。皆さん、こんにちは。取材する YouTuber こと、入速通信社の須田慎一郎です。あの、この番組というとですね、このチャンネルというと、やっぱりあの、喫煙問題についてですね、まあ、いろいろと検証してきたんですが、えー、過去振り返っていますと、覚えてらっしゃいますかご記憶にありますかねあの、横浜副流園裁判事件というのを取り上げさせていただきましてね、えー、これに関してはですね、えー、横浜の方まで、えー、現地にですね、取材に行ってきたわけなんですが、 そののの一連の裁判の中で、まあ、知恵袋的なね藤井さんいわく知恵袋的な役割を果たしたということで、えー、今日はですね倉、えー、部哲也さんにわざわざえお越しいただいたわけなんですけれどもなぜこのタイミングでお招きしたのかというとですね、まあ、いろんなポイントがあるんですが横浜福流宴事件についてですね書籍をまとめられましてね「あの禁煙ファシズム」すごいなんかピンクの独特、ね、シールが踊ってますけれども、まあ、この本ね出されて いかか、がですか反響は、うん、まだちょっと反響まではねわからないんですけど一つの事件をやっぱり書籍としてまとめておかなければ、うん、なかったことにうやむやになってしまうというそう,、ね、そういう意味でねちょっと書籍にまとめたということなんですね。ええはい とということでですね最寄りの書店、ね、あるいはアマゾンでぜひお買い求めいただきたいなと、えー、こんなふうに思うんですけれども、あのー、そこでなんですけどもう一回ねこの一言で「横目福留園事件」というふうにくくられてますけれどもやっぱりこのご本を読ませていただいてあるいは、えー、取材をさせていただくとかなり重層的なこれ、うん、動きというかですね一見なんですよね。そもそももは藤井さんのご主人が えー、民事訴訟ってい、うん、要するに身に覚えのないというかですね、えー、根拠のない理由で訴訟が高額訴訟が提起されて、うん、4,500万なんですか提起されて結果的にその裁判は藤井さんサイドの、まあ、勝訴というかですね、はいはい、に終わるとでそれだけにとどまらなかったとでちょっと驚いたのがこの本でびっくりしちゃったのはですね「関東冒頭ここ持ってくるか?」っていうんであの警視総監に。 なんかこう,う、ね、繰り返し繰り返し、はいうん、しつこくねえ、うんね、取材要請かけてるんですね。はい、ここから入ってるってなんかこれ意味があるんですかこの本が？うんやっぱり単にねタバコ吸ってたというだけでまあこの事件ではあの警察がこう動いているんですけど、ねはい、それを動かした人っていうことで名前が挙がってたんですよね。うん、そういう意味で非常にまあキーパーソンの一人ということで。 あのー、まあ取材を申し込んだんですけど、うん、まあ拒否したということで、ええ、まあそういう過程もきっちり出しておく必要があるんではないかなということで出したわけです、うん、だからねこの裁判というかこの一件が恐ろしいのは身に覚えのないことで全く根拠もなかったんですよ。で2年間この民事訴訟に暴殺された4,500万円の請求をされてまあ言ってみれば私としてはスラップ訴訟みたいな。 えー、見たいなとこ間違いなくスラップ訴訟だと思うんですけれどもそれ以外にもですねなぜかですねそうですねあの、まあ、最初は確か8月だったと思うんですけど<え>、まあ、藤井さんはあの自宅でこう英語の指導というか、はい、英語の教師なんですね、うん、でそこにあの、まあ、英語の指導をしているところにいきなり、うんまあ、4人が訪ねてきて。うん いいいいろいろとと事情を聞いたというこあらにその同じ年の年末にですね、うん、もう一度2人の、まあ、警察官がやってきて事情聴取したというまあ普通じゃちょっと考えられないようなね、うん、ことがあったんで、うん、まあ,あの民事訴訟が提起されるっていうのは、まあ、よくある話じゃないけれどもまあない話じゃない。ただそのタバを吸ってただけでなんで刑事責任というか場合によっては逮捕起訴されることもありえるというね。 そういうい状況が出てきてきしまったこれはどう考えても異常だよねとその背景に何かこう政治的なあるいは何か特別な意図があったんではないかという問題意識を藤井さんとか黒矢部さんが持ったその辺りについてもこう調べていくと当時の神奈川県警の県警本部長が関わっていたんではないかでその神奈川県警本部長はその後に警視総監になっている。 事の,の真意を正すために警視総監にインタビューというか取材を申し込んでいた結果的にこれ門前払いという形になったわけなんですがそれほど根の深いというかですねつまりタバコを吸ってただけでそんだけのなんかこう不幸な出来事だと言ったんですか何の身に覚えもないことが起こってくるということでゆめゆめね安心してタバコも吸ってられねえなという感じになってくるわけなんですが。 で加えてなんですが、まあ大前提としてですね、かなり藤井さんに協力されているということなんですけどね。まあこの間の取材の時にも伺ったんですが、あの黒岩さんご自身はタバコ吸われないんですよね。そうですね、あのまあ二十代の、うん、あのは最初の頃にね、少し吸ってましたけど。えっ、ー、と、それ以後はもうきっぱりやめて、うん、あのそれ以後は全然吸ってないですね。ちなみにということで、はい、あのタバコを吸われる方はどう思います。 あるいは煙の煙といったやつまあそんなに好きではないですけどまあ,あのそれほど厳しい態度でねやめてくださいとか、うん、そういったこともないしまあそれは個人のね問題ですからあまり強制もできないというね、うんうん、そんな倉山さんが今回の一件にかなり深く関わるようなことになったっていうのはどういう理由からなんでしょうかこのの事件の 最初まあ、報道のそれはまあ藤井さんがあの、まあ、私も時々記事を書いているマイニュースジャパンというウェブサイトにですね、うん、あのこういう事件があるので取り上げてほしいということを言われたんですね、うん、そこでマイニュースジャパンの方から私の方に取材してほしいという依頼があって、うん、まあ初めてこの事件を知って。うんあの でまあ直接藤井さんをね取材したわけなんですけど、うんうん、まあそれまではまあこういう事件に関わるとは全く考えなかったですね。うんうん、まあ取材に行く前、うん、あるいは藤井さんにね直接会う前としては、うん、興味とか関心とかって湧いてました？いやこのあの事件の概要を聞いた時まあブラックユーモアみたいなね。うん あまりにもおかしいんじゃないのかなというような、うん、そういう感想もしましてね。うん、でまああのまあこれたバたマこうタバコの煙なんですけど例えば、うん、まあ私はまあ小説家じゃないからフィクションとかは書かないんですけど、うん、もしその小説を書く人であればですね、うん、あの自宅の自分の部屋でビールを飲んでて、うん、あの2階から苦情が出たとかね。うん まあ餃子を自分のあの家の台所で焼いてて上の方からのあのニンニクがの匂いがしてねたまらないからやめてくれって言われたとか上げくの果てにね4500万円請求されたとかまあそういう同じ類型のね事件だと思うんですよね。そこにやっぱり非常にまあ異常なものを感じました。ああな異常性ですか。はい、は。い あ、そこが興味関心が向かったところ、なんでこんなことが起こってるんだろうか、うん、理不尽なことが。そうですね。というところですか、ね。そね。まあ、しかも。まあ、もともと私はそのスラップ措置というのを。あの、取材してましてね。うん、まあ、いろんなじん、理不尽な裁判を、まあ、いろいろ、こう、取材してきたわけなんですけど。うん、この裁判もやはり、ちょっと一種のスラップにね、当てはまるということで。うんうん、まあ、二重の興味があったわけですね。なるうん、はい。 でこれはまたちょっと別枠でねこの番組でご紹介させていただきたいところなんですけどもあの新聞の押し紙問題これもその追及これ新聞の闇ですよ大手新聞の大きな闇だと思うんですから、えー、それに関してもですねいろいろこう記事を書かれてきたそれに対してもあの訴訟が3件なんか提起されたん、ね、ああそうです年かららですね2008年から あのまあ、約1年半の間に3件の裁判を新聞社から起こされたわけですね。うん、でまあその請求額が、まあ、ざっとですけど、うん、約8,000万円ぐらい、うん、まあそういう、まあ、私自身そういう裁判を起こされたというね経緯があるので、うん、やっぱりこの、はい、その辺では共感するということですかね。うん、で,ね、はい、で今回の、えーまあ、横浜クリュエー事件という点でいうと。<laughs> 最終的に本人訴訟ななってしまうんですよ、ね、うんそうなんでですすよよねねそ、はい、最初弁護士を立てていたんだけれども、はい、えその弁護士を解任してまあ、えー、藤井さんまあ形の上では旦那さんですけどねまあ,あの藤井ファミリープラス支援者という方たちで、えー、弁護士を立てずに裁判を戦って結果的に勝訴をするというですね 形になるですからそういった意味で言うと相当周りの人たちがボランティア的に協力しないとなかなかこの裁判って難しかった。でまあ、加えて本人訴訟という流れの中であの藤井敦子さんという方のやっぱりキャラクターっていうのは書くことできないだろうなと、うん、独特の人ですねあの人はね。やっぱりねちゃんと自分の意見を主張するという,うところがあって、うん、おかしいことはやっぱり後に引かないというところがあって。 でまあ、弁護士の方針最初は弁護士を、ね、されていたわけなんですけど、えー、まあその弁護士さんの方針としてはあのタバコを吸うことは法律で認められているからそれだけ主張すればいいという考えだったんですけど、えー、まあ藤井さんとしてはあのもっと科学論ですよね、えー、あのそういうあの1回でのたばこを吸ってたのはこう,、えー、こう構造になっているところで吸ってて。えー それで2階の人が病気になるというそういうまあ医師のフェイクサイエンスのようなものですね、うん、それもきっちり追求し,したいということで変えられたわけですね、うんうん、私自身の藤井さんとお会いさせていただいて取材,取材した感想なんですけどねやっぱりあそこまであのなんていうのかな本人が強い意志を持ってなければこれ4,500万円請求されてしかも裁判になってですよ。 でしかもこれが後で問題になってくるんですけれども医師の診断書が出ていて間違いなくこれは、えー、その影響だとなったらこれ普通の素人というか裁判に対して詳しくない人だったらもう頭ぼ然自失になって真っ白になって、えー、すごく弱気になってきちゃうと思うんですけども、ね、その辺ってどうなんですかねやっぱり狙ってた部分ってあるんですか訴えてきた側っていうのは。 まあ、もちろんそういう高額訴訟を起こされるとねやっぱりその弁護士代だけでもあ、まあ、あのまあ一般的な相場でいえばその請求された額の、まあ、1割とか2割があの、うん、2> 最初の着手金として払いますから、うん、まあ少なくとも藤井さんの4,500万円の請求ですから 4,、うん、4, 450万円ぐらいの、ね、着手金がいるということで、うん、もうそれだけで普通であれば。 もう何もできなくなってしまうというかね、うん、そういう状況があるわけですね、うんあの。そしてねもう一点結果的にその診断書が虚偽だったとでっち上げてたということは後々問題になってくるわけなんですがその前にね今回の裁判私たちが取材に入るにあたって僕が一番引っかかったところと言ったんですか、ね、えっってびっくりしちゃったところと言ったんですかね。 あのそれ訴えた側のご家族の中でタバコを吸っておられた方が長、うん、年長期間にわたってタバコを吸っておられた方がいらっしゃった、うん、にもかかわらずその腹竜炎の被害で訴えてきてここがすごくびっくりしたわけですよ。うん、えタバコ吸ってたのとどんな神経してんだろうかって私最初思ってたんですよ。でそしたらこの本を読ませて頂い,いたらあのそもそもそこのところって黒山さんが何かあぶり出したっていうか。 その相手の弁護士のところに取材に行ったらついポロっと漏らしちゃったその漏らしたことを何かこう裁判で使われてしまうんじゃないのかあるいは報道で公表されてしまうんじゃないのかというんか悪い連想ームが働いて向こう側がわざわざ後になって言ってきたあの件はうのうかさ先ほどのあの言いましたのマイニュースジャパンの取材でですね <laughs>、ええええ まあ一応藤井さんだけじゃなしに相手の言い分も聞こうということで弁護士を取材したんですよね。ええ、でその時にまあ正直な人だったのか <laughs> 弁護士ね。実は吸ってたんだよって言ったんですよね。<laughs> その取材でまああのまあ今回の取材はなかったことにしてほしいということを言われたんではい、はい、まあ私もそんな一方的に書くつもりがないのでまあそれならそれでいいかという気持ちでいたら。うん 向こうの方から自分で出してきたんですね吸ってたんですっていうことね、うんうん、あそれでまあ確証となってしまったということですねあのこれ、うん、この民事訴訟のね、うんえー、大変恐縮なんですが僕はずっと、えー、裁判のプロセスっていうのを全部見てきたわけじゃないんでわからないんですけれどもどうなんですかあの裁判官の心証としてはどのようにこの裁判っていうのは受け止めてたんですか 私がまあ取材に入ったのはこの裁判が始まって1年ぐらい経ってからなんですね。はい、ですからスタートしてから1年目ぐらいの状況は分からないんですけど、まあ、本人訴訟になると同時にですね、はい、まあ最初は裁判官が1人だけだったんですね、はい、で裁判官がまあ合議制といってまあ3人でやると大事な事件の時には合議制になるということで3人だったんですよ。はい それでですねあの変わってこちらの、まあ、書面科学論も含めてこういうなんていうのが1回で吸ってて2回目人が病気になるというのはおかしいしそ,のそういう化学物質による体の不調というのは何もタバコの煙だけではないというようなことを書いて出してたんですね。うん、そうすすするとですねすぐにもう それれでで納得してくれた感じあの、えー、本人尋問というかしましょうということになって、えーうん、まあその時点でこれはもう分かったかなと思いましたけどねどね。うん、とはいっても1階ですって2階のその伏流園っていうことでついに全ての伏流園がそうだとは私も言いませんけれども、うん、そこら辺についてはやっぱり裁判官の方もフラットにっていうか、うん、まあ当たり前ですけどね公正中立にうよ、ねでまあ、一うの その側に寄っっっててなかったっていう、うんえー、でちょっと話はまたそれるんですけどね倉山、はい、さん的にはですね、はい、今回の一件さっき重層的だと申し上げましたけども一番なんかおかしいなというのはどの部分だと思われます今回の。やっぱり訴訟が提起されたことなのかそういう刑事捜査的なことが行われたことなのか、うん、あるいはなぜ作タがその虚偽のものを書いたのかっていういろんな ポポイントポインントトあると思いまあねやっぱりこの事件で一番引っかかったのはあのなんていうのかその診断書なんですねやっぱりね。うん、診断書あの何を根拠にこの4,500万円を請求したかというと、うん、その診断書を根拠にして医師が書いた診断書が全部これ,これ真実ですよというその大前提で書いたものがですね、うん 後かから調べててみるとだんだん嘘だととだ嘘いうことが分かっていたわけですですから、うん、まあ虚偽の,のことを根拠にして高額の訴訟を起こしたお金を請求したというところがやっぱり一番の問題だと思うんですね、うん、でもそこっていろいろと問題がはらんでるんですけども、うんうん、やっぱりお医者さんがね虚偽の診断書なんかよもや書かないだろうでそれは。 その全員っていうのかな、お医者さんという人は、まあ、高邁な、ね、仕事だからっていうことだけじゃなくて。それに対するリスクも考えて、そんなことはしないだろうという。ある意味での、この共有のされた前提っていうのは、ないですか。あ、それはもちろん、あ、あり、ありますよね。倉山さん、どうなんですか、うん、その辺、まさかこんなことがある。 思ってました、うん、この事件を、まあ、取材するまではこんなことはありえないと思ってたんですけど、うんまあ、たまたまなんですけどこの事件を取材するちょっと少し前に、うん、あの別のちょっと医療問題あの、うん、滋賀県の方で起こったある問題を、ねうん、取材してたんですでもそこでもやっぱり結構ね患者さんをモルモット扱いにしているというようなことが問題になったりしてたんで。うんうん あのこの事件と重ね合わせて考えてみるとやっぱり、うん、あの医者といっても必ずしもみんな信用できるものではないということをね加えてあのどうなんですか、まあ、今回の、ねえー、事件でいうと作田という、ね、日本禁煙学会の理事長ですかにして今回その診断書を書いた。 虚偽の診断書を書いた医師そしてのうちに書類送検された医師でもあるんですけれどもあの作田さんに対してはどんなふうな思いを持たれてますかその、うん、なんかやっぱりねあのまあ非常に高い学歴の人なんですけどね東大の医学部に出られた方なんですけど、うん、そのような人がですねこういうい 単純なこう、うん、まあ向こうの視点から見ればまあミスですよね、うん、完全なね、うん、こんなことをよく平気でやってたなと「石新、うん、法二十条」もこ知らなかったということですからね, <laughs> ね本当になんかこうその知力ね知的な力とは一体何,な、うん、何かというようなねそういう問題も、ね、感じましたねやっぱりね。うんうん で、どうなんですか、その裁判でね、えー、藤井敦子さんが、うんえー、まあ、判決が下って、えー。この本によれば、その作隊医師に、えー、向かって、恥を知れと。うんうん、その時の相手の表情って、何かこう、伺いする、ものがありました。うん、で、何か、まあ、僕も,も、パッと見たんですけど、その時は、何か。特に表情、変わら、変わらなかったですね。ちょっと、一瞬、はっとしたような感じがあったけど、特に。 取り乱したようなな感じもなかったですけど多分そのわざわざ判決聞きに来たということも一つには<え>もしかするとその家の中で窓を閉めてきっちりして吸ってても病気になるんですよという裁判所の認定がねもらえるんじゃないかと思って期待してきたという可能性もありますよねああなるほどね。 まあそれもなんか面のかが熱いなとは思うんですけれどもあのー、でいかがですか作田医師が僕はい、ここはね意外だったんですよ。え書類送検されたんだと、うん、なんかそれまでの流れを見てみると神奈川県警なんか一生懸命やってるようには見えるけれどもまあ言ってみれば身内の何かこうある意味でこう恥にもなってくる。 ことですよ、ね、そのさっき申し上げたあの事件捜査的な動きを見せてしまったしかも当時の神奈川県警本部長ということを考えると場合によってはその自分で自分の首を絞めかえない一件であるにもかかわらずそこはやっぱり刑事というかな警察官の良心というのを私は感じ取ったんですけれども、うんうん、やっぱりそこまでいくあの書類総計までいくと思いましたあのですねあの正直なとこ行って。 あの門前払いされると思ってたんですね、うんうん。ところが、まあ。あの、受理してくれてですね。うん、熱心にこう、操作してくれたような、そういう様子でしたね。でも、これって、いろんな見合いを含んでいてね、うんえー。まあ、今回はたまたま。運良くっていうと、ね、まあ、周りにいろいろと支援された方がいらっしゃるから。せいやたるかもしれないけれども。ええー、藤井さん、サイドは勝訴することはできたけれども。 でまた違った形での,このスラップ訴訟が提起される可能性って十分あるわけですよね、うん、このタバコをめぐって今の世の中の環境からするとやっぱりそれに対して勝手にそんな裁判を起こすの裁判というのかな根拠もなくやるなよという一つの歯止めにはなりましたよねそうですねそう思いますねやっぱり、はあうん、その意味でやっぱり藤井さんが単に勝訴したというだけではなくてその後どう あのまあ戦後処理って言ってるんですけどね。うん、それは非常に大事なことで、そのあのその一つとしてあの刑事告発をやったわけです。うんうん、やっぱりあのちゃんとあの戦後処理をしておかなければ、同じ事件が次々にねやっぱり起こ,起こりますからね。あのもう一つね、ちょっと今日の本題から外れてしまうんですがあのクレイブさんのねこの報道スタイルっていうんですか。 えー、スタンスといったりですかね、えー、について言うとやっぱりインターネットと書籍ここに重点を置いてやっておられるというふうに書かれてるんですけどもそ,、ねうん、その意味合いってどういうことなんでしょうか、うんうん、まあ一つあのやっぱり報道ですからその速報性というものがねなければこれ話にならないのであって、うん、その速報性という点ではやっぱりインターネットっていうのは非常にね、うん、有力な あの手だと思うんですけど、うん、ただその視聴者とか、まあ、読者の、ね、誰もがその、まあ、横浜福例えば横浜復帰留裁判についてきっちり最初から知っているかといえば、うん、そうではなくて、うん、やっぱりあのそういうインターネットで一時的な報道とか一時的な記事というのはの断片しかわからないので、うん、やっぱりちゃんと書籍としてまとめておかなければ 時間が過ぎるとなかっったこととになってしまうというい意味でね。うん、その総まとめという意味でやっぱり書籍化するということは非常にね大事だと思うんですね、うん、僕は。あそこはやっぱりインターネットメディアの弱点ウィーポイントになりますよね。という点では、うんうんうん。だからそのインターネットのメディアと書籍というのはやっぱり二つの重要な柱ではないかと思うんですね、うん、やっぱり。 加えてね私、今回意外っていうか、まあ、考えてみるのは当たり前っちゃ当たり前なんですけれども私、あの今回その作田医師がね、うん、書類送検されましたということで藤井さん、そしてその支援者の方々がですね記者会見開きましたと厚生労働省で記者会見を開いたと。でまあ、ほとんどのメディアがそれを無視しするしまあ取材にはいくつか来たんだけども全く取り上げてもいない。 この辺を考えていくとね、やっぱりこれまで散々そういった無視しているメディアっていうのは日本禁煙学会っていうクレジットを大いに利用してきたはずですしその尻馬に乗る形でその副流煙の被害であるとかさまざまな問題を提起してきたでその片棒を担いできたわけですよ。 まあ、だからそれはちょっと、えー、ねえ片棒担いできた連中は、ね、今何を考えてるんだろうか責任回避してるのかみたいな非常に憤りを感じるんですがどうですかそういった大ベテラの在り方っていうのは何か問題点とていうのはやっぱりその何を報道するかというところでちょっとなんか記者クラブなんかを通じてですね、うん ひょっとしたらその申し合わせしているんじゃないのかなと感じたりしますし、うん、まあやっぱりその単に一回記者会見を開いてそれで事件がね理解できるということでもないんで、うん。<laughs> 前提としてやっぱり一つのテーマをきっちり取材していくという姿勢がないんでね、うん、あなるほど、うん、その重要性というのも分かってないんじゃないのかなと思います、ね、いと思いますね僕はね。もうその日暮らしじゃないけれども、うんえー、要するに日々できでき起こっていることをそのまま消化していくからその背景であるとか持つ意味合いであるとか、うんうん、その辺りまで考えが及んでないんだろうと。そうですねえー 随分の辛辣ですねねさんね、うん、<laughs> ですからね、えー、やっぱり今の,その特に司法,め司法ジャーナリズムと見ていると、えー、まあ全部じゃないですけどほとんどはもうあの裁判を起こした時と判決を出た時の、うん、まあ訴状とかね、うん、判決をそのまま垂れ流しにしてるという、うん、そういう印象があるんですねやっぱりね。うんうんあの この本のですね、後書きの最後にですね、えー、非常に共感する箇所が出てくるんですねでその部分を読ませていただきたいと思うんですが本書を閉じるにあたって念のために復元しておくが私は喫煙者ではない文言は大いに推薦すべきだという考え方であるしかし運動にこだわりすぎて根拠に乏しい裁判を起こしたり科学を無視してがない飲水の主張を展開することには同意しないそれはかえって健全な社会運動の障害になる 客観的な事実を冷静に認識することはそれを重視しない姿勢は破綻への道というのが私への持論であるフェイクサイエンスの温床を生みかねないということなんですけれどもあのまあ,あの私たちでもですねあの運動というよりもやっぱりこの、えー、何ですか分煙は大いに進めていこうじゃないか、えー、どっかでね既成者非喫煙者がきちんと共生していこうじゃないかというのが私たちのチャンネルの大いなる 理想であり趣旨なんですけれどもあのどうですかやっぱりその一方でこの禁煙というかですね今回の本のタイマーマでもある、えー、禁煙ファシズムってのは、うん、やっぱりここはやはり異常ですよねやっぱりそこに対する継承っていうのが倉部さんのお考えっていうことなんですかね。うん、まあ、ね、そ,そのの通りりですね、うん、でただやっっぱり考え方っていうのは 強くく進めていくっていいっうのかなもっとスピードアップしてやっていくべきだと考える人もいるしもっともっとゆっくりでもいいんじゃないかもっともっと本当にやればいいんじゃないか両方あ,あるんだけれどもじゃあえどちらの方を取るのかというどういう形で進めるのかっていうところもきちんとした科学的根拠っていうのがやっぱり必要になるしそれを無視するとどうなんですかねあのなんていうか結果的に誰も幸福にならないっていうことを 言われたたかかっんですかね、うん、そうですねやっぱりなんか一つの方向にねこうあの上からの視線で引っ張っていくというのはまあこのキーンファシズムの問題もそうですけど、まあ、いろんな問題があると思うんですよね差別、うん、はどうのこうなとか差別、まあ、自体はこう悪いことなんですけど、うん、だからといってそれを法律で取り締まったりですねそういうことをやっているとやっぱり 自由活発な言論というのがね、うん、なくなっていくと思うんですよね、うん、やっぱりまあ市民生活もまあ、ねえー、まあそうならないようにこれからもですねあのなんですかその美しい文献社会といったようんですかねどうやったら共生できていけるのかというところをちょっと探っていこうと思いますんで、うん、この分野でちょっといろいろとご協力いただけたらと思いますのでこちらますよろしくお願いします、はい、ちうちのね えー、チャンネルをご覧の方はですねこの裁判よくご存じのはずですし、まああのえー、一連の経緯をですね、えー、知っていただくためにもぜひこの禁煙をファシズムを読んでいただきたいんですがただもう一点ですねちょっと私ご指摘させていただきたいとこありましてね一体どこが出したんだと今回の本はと出てる出る出るっていうのは聞いてたんですが「六歳者」というね、えー「鹿の砦の社」と書くんですが「六歳者」「あやっぱり六歳者が出してきたかと」とね えー、今やですねこういう反権力的なですね、えー、こういう書籍ってまあ出せるところっていくつかしかなくてあまり色がついてないカラーがついてないっていうと大体大体共産党系とかね何々系とかついちゃうんですが独歳者ってかなり、えー、ニュートラルなというかですね、えー、中立性のある反権力の、えー、まあ,あの知ってますか、あのー 紙の爆弾っていう月刊誌が出てておりましてね私も毎月毎月購読させていただいてるんですが元々はその「紙の爆弾」で黒矢さんがこの問題について書かれていたのを読んでこれ大変なことが起こってるなと言うんで。 えー、興味を持たしていただいたというのはきっかけなんですよね。あのということでですね、この六歳者という出版社にも注目、今後皆さんもね、えー、注目していただきたいですし、まああのこの出版社がですね、えー、かなりのリスクを取って、だって冒頭軽装感に対しての嫌がらせ取材しているところから入るんですよ。普通だったらですね、いやここはカットしましょうとか言いますよね。うん、そうですね。ね、<laughs> いやー面白いなというんで、ぜひね興味ある方は、えー、お読みいただけたらなと。 思いますね税別で別安くないですか1200円ってこれまでそうですね安いですね,そですね安いんで <laughs>、はい、お得ですからぜひ買って読んでいただきたいなと思います今日はどうもありがとうございました、えー、どうどうありがとうございました